丸さんは日本の元ローカルタレント及び元政治家。秋田県山本郡二津一町出身。秋田弁丸出しのトークなどが地元で好評。イベントの司会やラジオ DJ などで活躍。釣りを趣味とし、それに関して詳しい。秋田市民市場に出展している。兄も野城市議会議員である。過去には南海村の作り酒屋である。 では鶴の CM のナレーションも務めたこともある。ガ内イ、高博アナと共に、なまって、俺について来いという LP も出している。2007年4月の秋田市議会議員選挙に立候補し、トップで当選。議員当選後は、タレント教を休業し、本名の菅原博文で通している。秋田市議会では、衆水会に所属し、教育作業委員会にて委員を務めていた。 2011年4月10日実施の秋田県議会議員選挙の秋田市選挙区へ倉替え出馬し、候補者名としては丸3として出馬した。このため、2011年4月1日付で秋田市議を失職。同選挙では定数13の同選挙区で11位で当選。秋田県議会議員となった。県議としても秋田市議時代同様、本名で通している。 県議になってからは自民党会派に所属し、以降は自由民主党所属。2015年4月12日実施の同選挙では、これまでの無所属から自民党公認となった上で、前回同様、丸三の候補者名で出馬。定数12の同選挙区で10位で当選し、通算2期務めた。秋田放送の生ワイド番組、元気満タン秋田だ、ウィンに木曜日のゲスト。 金曜日のラジバルリポーターを担当していたが、2006年12月に降板した。この高子に、あかねや幸子アナと、ズンチャカメキメキ145のパーソナリティー、ワイワイ、ワイドサタデーリクエストの MC も担当。議員活動に伴って、タレント活動を休止したため、2018年現在の、レギュラー番組はない。ハットマルル秋田市民史上、菅原博文に関するカテゴリー。 ありがとうございます。